こんばんは、満月堂のみょんねです。今朝の朝立ちチェック、それから JKB 持続可能な勃起力を鍛えるための3つの課題やってきてくれたかな。今日のテーマは男女が浮気する理由、男女別って話です。あのね、いつも勃起力を育てましょうって言ってるけれども、やはり相手があっての勃起力じゃないですか。だけどもその反面、浮気が原因で ED になったりとか、セックスレスになったりとか、とにかく恋愛や結婚というのは何かとこう浮気って絡んでくるものですよね。で、もちろん男女ともに共通する浮気のね、可能性はあるものなんですけれども、ゴール浮気っていうゴールって同じように見えて、実は浮気に至る理由とかね、心理と男女で全然違うんですよ。こうじゃないんですよね。なので、ここを押さえておくと、あなたが男性の場合でも女性の場合でも、相手のパートナーさんのことがよくこれから分かってくると思うんですね。なので今日はその男女の浮気の違いについてご紹介したいと思います。男女関係を円滑に、そして長く続けていくためのヒントにもなってきます。結論、男は体で浮気をする、そして女は心で浮気をする。ではスタート。まずね、そもそもの男女の浮気率の違いなんですけれども、とある調査によると、まず既婚者の場合、トータルで見るとほぼ男女とも同じ割合で浮気しているという結果だったそうです。その割合実に 30%。 これが高いのか低いのかちょっと分かりませんけれども、だいたい男女ともに 30% ぐらいということでした。20代はほぼ同じ、20代夫婦ですね、ほぼ同じ。30代夫婦になると女性の方が高い、40代以降だと男性既婚者の方が浮気率が高いというふうに出ているそうです。さあ皆様ご自身の定義はい。で、じゃあ次ね、未婚で本命がいる、まあ未婚だけど付き合っている人がいるっていう場合ですね。だと20代から50代まで全てにおいて女性の方が浮気率は高くなっていたそうです。へーって感じですよね。女性の方がよく浮気って付き合っていても何でも男の人がするものみたいなありますけど、女性はねバレないようにするんだと思います。はい。じゃあ浮気する本能っていうところを見ていきましょう。脳科学者さんたちによると、本能で説明しちゃう、まあ言い訳しちゃうと、浮気をするのは仕方がないことっていうふうに言われているそうです。人間は先天的に浮気をしてしまうものなのかっていう質問に対して、92.9% の脳科学者さんたちがはいって答えたんだって。はあ、そりゃあ本能って言い訳もしちゃうよね、まかり通っちゃうよねっていう 92.9% って、それぐらい説得力がありますよね。で、理由としてはより良い遺伝子を反映させるためっていうのが 50%、次に、確実に子孫を繁栄させるためっていうのが 47% ということで、今の時代結婚もしない、子供もいらないって人もたくさんいるけれども、やはりこの人間の本能としてはね、子孫を残したいっていうのが残ってるんだぜ、だから浮気してもしょうがないんだぜみたいな、ことになってしまうけれども、実際そうなんだよっていうことなんでしょうね。深いですね。じゃあ男性の浮気心理見てみましょう。この男性の浮気心理は身体的な浮気っていうのが多いんですって。で、逆に精神的つながりを求めての浮気は少ないと言えるそうです。体の関係を持つためとか制服欲を満たすために浮気することが多いって感じなんですね。だから、浮気とか、セックスした後の男女の違い、あの反応の違いとかも出てくるんでしょうね。はい。じゃあ女性の場合、女性は心の浮気が多い。そばにいてくれる誰かとか、支えてくれる誰か、そういう方が欲しい時に浮気をする傾向が多い。だから、女性の場合は浮気から始まってそれが本気になってしまうし、男性の場合はいやいやこれ浮気じゃん、遊びだろって言って、いやそういう風なあれじゃないしって言ってなるパターンが結構多いのはそういうことなんでしょうね。なので男性の方も気をつけなきゃいけないのは、体の関係を求めて始めたはずなのに、なんかあっちがこうハマってきてしまったっていう経験ね
あると思うんですよ、必ずしもね。だけどそれは今この女性の心理っていうのを聞くと、ああなるほどねってなりますよね。やはり女性は心を持てる、求める傾向って絶対ほぼの女性ってあると思うので、だからこそ人選び、とりあえずできればいいやみたいなことではなく、人選びも大事になってきますので気をつけてください。でこれは浮気だけじゃなくて恋愛においても同じです。なんか重い、付き合った瞬間なんか重いっていうのはそういうことですので、しっかり精神的にも自立できているかどうかっていうのも大事だし、これから一緒に自立してなおその上で楽しく過ごしましょうっていうね、意見のすり合わせって大事だと思います。はい、じゃあ男女それぞれに浮気をしてしまう心理の特徴、これあるんですね。男性は基本的に、身体的な魅力とか年齢的な部分を求める傾向にあるそうです。それは体におっぱいがどうとかね、それとか、自分より年下で可愛いとか、そういう感じですね。それに対して女性っていうのは自分のことを認めてくれる男性を求めたいっていう理由がね、3位にランクインしてるんですよ。なので精神的な拠り所を求めて浮気してしまうっていう様子も伺えるんです。これね、女性目線で言うとさっきの心で浮気するちょっと通じていて、なるほどなるほどって感じがするんです。なのでおじさまがいいと、おじさま優しくしてくれるからそっちになびくとか、口がうまくて優しい男性になびくとか、女性ってあるあるだと思うんですけど、そういう、理由なんでしょうね。はい、ということで今日はですね、男女の浮気の理由についての特徴でした。残念ながら先天的に見ても人間は浮気をするものだそうです。で実際に男女ともに一定の割合の人たちは浮気をしてしまうという現状も今ありますね。ただし浮気をする理由、そして心理というのは男女で全然違う、こう右と左ぐらいに離れている。男性は体的な浮気、女性は心的な浮気をすると言われています。つまり女性は心が満たされていないと浮気に走りがち。皆さんが自分の奥様や彼女が、彼女にとって自分が心の拠り所に慣れているかどうか、ここがめちゃくちゃ大事なポイントになってきますので、日頃からチェックしてくれるといいんじゃないでしょうか。気をつけポイントです。もしそうでないと危険信号ピカピカってなるかもしれない。で、韓流ドラマやジャニーズやアイドルで止められている女性というのはとても多いし、そこで止めようって思っている女性も多いのが確かだと思う。だから本当に韓流、BTS、ジャニーズ様々だと思うんですよ。ただそこで満たされなかった時や、急にポッといい人が出てきてしまった時に、女性というのははって言ってしまいがちなので、日頃から奥様彼女を大事にして、言ってください。そして男性ご自身はめちゃめちゃいい女が来たからといってコロリって言ってしまわぬようにお気をつけください。はい、ということで最後に JKB 持続可能な勃起力を鍛えるための3つの課題についてです。1つ目は運動です。筋肉を鍛えることによって男性ホルモンの分泌を高めてくれますので、勃起力にもとてもサポートになります。一息ウォーキング朝晩、そして筋トレ筋トレ、これらをとにかく家でできること、毎日できることからコツコツ続けるということをやってみてください。二つ目が生活習慣の見直しです。食生活、ストレス、睡眠なんかですね。その中で足りない栄養素をサプリで補ったりとか、一日一食でもいいので自炊してみるなどなど試してください。三つ目がリラックスです。心のリラックスも体のリラックスも両方大事です。帰る時間が遅くて寝る時間が短い、朝起きてもぼーっとしている、こういう方はですね、とにかく寝る時の質、これを高めることを目指してみてください。寝る時だけでも体を締め付けゼロにする、これを目指して、満月堂のふんどしパンツを履いて玄米ホットアイマスクをチンして目元を温めながら寝る、もうこれだけで翌朝のスッキリとか全然変わってきますので、ぜひ試してみてください。質問お悩みある方は私の LINE に連絡をください。私が直接一つ一つお返事をしております。限定案内、先行案内かも LINE からしておりますので、質問ないよっていう方もとりあえず LINE に登録してスタンプを押しといてくれると私もスタンプをお仕返します。
インスタツイッターでは私の普段の様子とか日めくりみょんねえって企画をやってますので、ぜひどっちかやりやすい方をフォローしておいてください。17というアプリでこれからライブ配信を始めました。ぜひ17アプリを取ってみょんねえをフォローしてください。 LINE、Twitter、Insta、17、YouTube、それからショップの URL、 これら全部まとめて概要欄に書いてますのでチェックしてください。では今日はここまでで、次の動画まで課題やってきてね。満月堂のみょんねえでした。バイバーイ。